先日 YouTube チャンネルを開設しました。開設前に YouTuber になる方法を調べると、とりあえず動画を50本作れとのことなので、3年間で50本作成しました。その中の5本の動画を昨日アップしました。収益は考えてませんが、コメントをくれる登録者を増やしたいというのを考えています。専門性のないエンタメ動画です。ひろゆきさんならどうしますか？ですね、まずですね、その開設前に YouTuber になる方法とかですけど、とりあえず動画50本とか、で、3年間かけてる時点でもうどうかと思うんですよね。動画は上げながらやった方がいいと思います。その3年間無駄にしてます。なので、なんかね、間違ったアドバイスを真に受ける性格が多分あるんだと思うんですよね。ちなみに、3年間の間に YouTube 上げ続けてたら、こういう動画再生数が増えるんだとか、こういう動画再生数が来ないんだとか、こういうタイトルだと再生増えるんだとか、いろんな試行錯誤をデータを見ながらできるんですよ。でも3年間の無意に使った動画作成の時間って、何にも情報が得られないんですよね。なので、今上げたじゃあ動画と全く同じ動画を別のタイトルで上げた時に、別のチャンネルでね、その場合にどういう再生数になるかとか、じゃあ内容と全然関係ないけど流行りそうなタイトルをつけたらどうなるのかとか。